さあね、お二人はね、心当たりがないとおっしゃってますけども、果たして本当にそうなのでしょうか。見てみましょう。では VTR 振り、安本さんお願いします。 VTR どうぞ。いい笑顔。見たきゃ俺が CMC だ。それ週の始まりから元気いっぱい、いろんなことにチャレンジしている月曜日。米語面白かったね。この日は昭和の遊び、めんこに挑戦。超むずいね。めんこ全然いかなかった。惜しい。これでもこれやると結構ぶつけてもはいいよ。サービスサービス。さらには恋愛シミュレーションゲームで女性キャラのお芝居に挑戦。かわいいよ。もちろんね。って言って抱き寄せてんで。どうですか。いやばい。ちょっとね、ちょっとそんな月曜日の名物企画といえば、ヌルマンチョ司令官。あー、うらよ。視聴者が送ってくれた味わい深い言葉をダミヘでささやく味深ワード。成功体験。俺一般お二人曰く、あくまで味わい深いだけで全て普通の言葉ですだそうです。そんな月曜日のやらかしとは、スタッフ総出で全33回をくまなくチェック。何度も会議を重ね審査した結果、やらかしらしいです。見つからず。ちょっと待って、お二人はお仕置きを免除させていただきます。やらかしたわ。一番やらかしてる。そうよ。安本くん、かっこ悪い。やっぱやらかしたらいいじゃん。今やらかしたらいいじゃん。何したらいい。やめて。安本さん優勝しちゃう。さあね、あのやらかしなしということでね、お仕置き免除された月曜日なんですけども、まあ、いいな。実はですね、お二人にはなかったんですが、どうやらスタッフさんのとんでもないやらかしがあったとか、なかったとか、それはね、いっぱいある。それは結構あるわ。逆にだから、スタッフさんのやらかしは結構思い当たります。いっぱいある。あの、それに限ってことじゃないしね。あとあります、だいたい新しいシステムとか機材とか全部月曜日で実験して皆様にお届けしてる。週初めですからね。だから、ほぼミスります。テクニカル的な。なるほど。さあ、てなわけで、スタッフさんのやらかしもVTR にまとめておりますので、そちらをご覧ください。それではどうぞ。そのやらかしが起こったのは6月21日のこと。はい、福沢戦争とは例の交流関係に届きました。恒例のクイズコーナーで正解を重ねたご褒美として、一つ8000円の超高級缶切りがプレゼントされました。じゃあ高級缶切り見てみましょうか。どうぞ。高級缶切り。嘘だろ、マジか。あ、箱でかっ。氷箱に入ってんの。え、ちょっとどっちだ、これやってんのか、どっちだ、持ってんのか、なんだ。お、お、どういうこと。なんか思ってんのと違うビジュアルだな。お、なんかこれ。お、え、まず思ったこと言っていいですか。はい。8000円。まあ、デザインは確かに、8000円には正直、申し訳ないですけど、見えないかもわからない。こういうこと。俺たちだって戸惑ってたんですよ。こっち側、これ線抜きだよな。これはこっちが、ここで一回穴開けるってこと。でも、こうだよね、きっとね。こういうこと。だってこっち側、こっち側。いや、マジで、地獄みたいな地獄が。そうですよね。何の地獄。教えろよ。確かに、これどうやって使うのか。
俺も飲まないの、ご自慢の缶切りテイク見してみろね、やろ、ポト立体だから使ってるね、どうやってやる、長い方かませんだ、違うよね、違うよね、まあまあ力がね、押すのと思ってきて、ね、いや、これやばい、これはやらこれいくら8000円ですいらない、しかも放送後視聴者からの食べ込み追加によって8000円の高級缶切りが数百円で売られていることが判明、スタッフさん完全にやらかしました、あの缶切りはなんかすごく安くネットで売ってたのに、はい、本当に何にも分からなかったスタッフがマジで8000円で買ってたって、なんか俺それ聞いたらなんか抱きしめてやりたくなった、そのね、なんとも優しいお言葉、抱きしめなくていいので安本さん、スタッフさんの代わりにお仕置きお願いします、男はまあね、あのテロップがおかしい、まあでもやっぱりその曜日はね、やっぱチームじゃないですか、そうだね、だとしたら発注ミスった吉村が受ければいいと思うよ、いや、あのやっぱそこはね、安本さんになんとか背負っていただきたい、優しい、かっこいい、ね、こういうさすが、あの、まあ、下野さんはいいんで仕方ないっていうのは、あの前野さんがなんで、あの他人面ぶち、ひと事なの、そこはやっぱ月曜日の顔ですからね、先輩はやっぱりね、そこはやっぱもうなんとかお願いします、そこはね、お願いします、お願いします、が目立ってしまう、みんなからもお願いします、お願いします、ありがとうございます、ちょっとスタッフさんたちも、スタッフさんたちからも、スタッフさんたちからもお願いします、我々コネクトでございますよ、ちょっとここはやばいんじゃないの、いやいや、あの何でも待ってない、思い込まないんだけど、やってるでしょ、いや僕らはやっぱ皆さんをつなぐ春日井みたいな、やっぱね、うん、そのコネクトっていうのはそういう番組ですから、運命一回このタイミングでつないでくれてねえよ、ちょっとダーさん、じゃあちょっと V 振りお願いしていいですか、はい、私は白い粉を持っていくと疑われますから、私はやってません、やばい、スタート、大事故、番組を愛してくれて、そしていつも盛り上げてくれて本当にありがとう、泣いてないじゃん、そんなことないよ、いや全然泣けてないじゃん、ちょっと、去年涙とつながろうという企画で全く泣けなかった私木村、そのリベンジをすべく前回よりもバージョンアップして再挑戦、今回はルイカツプロデューサーをお呼びして誰もが絶対に泣ける動画を見てチャレンジ、その動画はとある結婚式で新郎の父がサプライズをするというもの、ご新郎様のお父様千葉二郎様より新郎新婦のお二人へメッセージがございます、新郎新婦に喜んでもらおうと秘密で教室に通いサックスを猛練習していました、不器用ながらも息子とその妻のためにひたすら頑張る父、感動的なシーンの連続にダーさんは大号泣、今もですね、一方私はやってよ、やばやば、目つきてる、目つきてるよ、審査中みたいに、あれあいつ人の心ないのか、してるのか、おお、あ、違う、泣きに行ってる、泣きに行ってるあいつ、ちょっとやべえって顔してます、最高すぎる、最高すぎる、一
泣けねえんだろうな。ということで皆さん判定お願いします。これはもう最高すぎる。これはやばいよ。やばい、いやもう目の奥全然光ってないもん。ハイライト、いつも楽しそうなの怖いよね。怖いですね。何が近いの。この部位今思い出しても泣きそうだよね。確かにあのちょっと音外してるとこが泣けんだよね。まあでもなのになんで泣かれてるの。泣かれないんだよ。おお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 お。さあここで内田真彩さんご到着です。お姉ちゃん、お姉ちゃんお座りを大集結じゃないの。さあということでこれで MC 全員が揃いましたね。まだなんですよ。このサイコパスが。失礼しました。ありがとう。ああ今のはちょっと一瞬泣きそうになったな。いやそうだもうねまだでございません。失礼しました。深くお詫び申し上げます。本当にすいませんでした。泣けよ。泣くか泣くか。泣けよ。泣